皆様ご機嫌いかがでしょうか金事の間でございますもう2月入りましたね <laughs> まあ寒いんで皆さん体調など崩しておりませんでしょうか本日はねこれ節分なんですよ2月の3日ということで豆豆豆,豆ですねあの節分ってあの年齢の数だけ豆を食べる風習みたいなあるじゃないですか あれね30過ぎると30数個もう1回分の食事並みの,あの満腹感を感じてしまう量になるんですよね。で意外にカロリー高いしまあ律儀にやっている私も私なんですけどねあまあそんな話はさておき今回ねタイトルにもある通りチャンネル登録者数についてのお話でもしようかと思うんですよね。 あの最初に言っておきたいんですけど、まあ、私なんてねチャンネル登録者数について語る資格がないくらいあの底辺だとは、はい、自覚しておりますその上でですね少しお話しさせていただきたいんですけれども現在ですね私のチャンネル「金事の間」90人の方がチャンネル登録していただいてるんですねあのもう本当にねありがたいことだと心の底から思っております これは単純に自分なんかが作った動画を見てくださってチャンネル登録をしようと思っていただけたそのことにあのシンプルに喜びを感じているわけなんですがね当然ですね収益化できているわけではありませんし趣味の域は超えていないわけでありますしかし興味を持っていただいたりコメントをしてくれたりそのことがとても嬉しいんですね、まあ、反面ですねやはり 数字的に見ますとこう少しずつ視聴回数チャンネル登録者数増える過程もちょっとだけ体験しますとねもう少し見ていただけるように頑張ろうとちょっとした欲が出てくるのも事実なんですね。自分もそういう感覚になるってねちょっと驚いてはいるんですけどもしかももう少しで100人チャンネル登録者100人という区切りがぼんやりながら、まあ、見えているわけなんですよね。 でね、ここ2週間ほどの話なんですけども完全に停止ですどういうことかっていうとこう減りもしないし増えもしないと <laughs> あの動きが全くなくなったんですあれスマホ壊れたって思うくらいね一体何が起きてるんだどうしちゃったんだっていうくらいあの減るんだったらまだ分かりますよこの状況 あの減るにしてもねなんかこう動きがあるんでああ減ったんだって思うんですけどね減りもしないし増えもしないという、うん、妙な状態に陥っているんですねまあやはりね YouTube をやっているからには数字的なものって気になるわけですよそしてまあ自分が作るもの次第なわけです実力の世界なんですねすごくそれを実感している昨今な昨今この頃なんですけれども そんな中でねこう漠然とねふと思うことがあって YouTube をやってよかったなって思うことがありましてまあ2つほどあるんですけどね一つは共通の趣味を持つ方同じものを好きだとそう通じ合える方がこういらっしゃるっていうことが知れたっていうことそしてですねその方とこの YouTube 自分のチャンネルでですね つながるることでできているわけですよ現実的に、まあ、これがね一番嬉しいことで良かったなと思うことなんですね。これ、まあ、自分がねこうやってみてやってみないとねできなかったことだし実感できなかったことでそういうことも思っています。そしてですねもう一つ実感するのが人に伝えるっていうことのこうトレーニングになっている。 っていう部分です、ね、まあこういうトークしかりねこう見せ方っていうかこれってすごく自分にとって大きいことだと思っていて YouTube に動画を投稿する前と今とじゃかなりその部分での差はあるんだろうなと思うんですよね。人に伝えるっていうことこのことって、まあ、人間にとってすごく大切なスキルになると思うんですよね。 YouTube だけではなくてね実生活もそうですし単純に会話一つとってもですね言葉の選び方とかね話し方とかね声のトーンとかあの全然まだまだ私の動画でねそれができているとはねあの私自身まだ全然思っていないんですけれども前に比べればねすごく、えー 身についてきている部分っていうのはわずかながらあるんじゃないかなとはいまあそういうことにチャレンジしていることっていうのはとても大きい意味を感じていますそれもこれもですね見ていただいたりこうコメントしていただけることそれがねモチベーションとなって続いているからこそですねまあこういう自分の実感となってね出ているなと非常にそう思いますはい登録者100人っていうのがぼんやり見えている状態 に慣れているわけけですけどもそこにねいつ届くんだろうとね今すごくねこのまあ今完全に登録者数の変動がないということでストップしているわけで余計ですねいつ届くんだろうって思うんですけれどもあの一つね考えていることがありまして登録者数100人行きましたら今更さらながらですね100人到達した <laughs> 状態でですね 自己紹介動画を作っっててみよようかなと思っているんですよあの自分のことちゃんと紹介っていうのは今までしていないわけでですねまああの知り合いの方でね見ていただいた方がいてこれ以前もこの「ラジオ風フリートーク」でお話はしたと思うんですけど「金本さん全然自己紹介してないですよね」っていうのをね言われてうんやっぱり改めてそこを考えるとどういう人が これやってるんだろうこの人はどういう人なんだろうっていうのはやっぱり、うん、多少はですね知っていただいた方が、まあ、見やすさもあるんでしょうし自分もこう理解していただけるようになるんだろうなと今更ながらですね思っているわけなんですよね。まあちょうど100人ぐらい登録者数がいったところでやるっていうのもなんかうんいいのかなって思っています。 まあ以前ですね、マリスに絡めた過去っていうのはお話ししているんですけれども、自分の人となりっていうのはやらずに来ているので、まあ、100人に到達、100人に到達しましたら、自己紹介動画をやりたいと思っています。誰も興味ないか。でもね、あの、こいつ何者なんだよ誰だよっていう疑問もね、多少はあると思うんで、うん。 そこを、ね、この100人の区切りでやらせていただこうかなと思っていますまあね今ですねこの世の中もちょっとウイルスなんかでちょっと大変な状態にはなっていますけれどもね皆様、まあ、心身ともにね健康っていうのを保っていただければと願っていますなんかちょっと前はねテレビでも、えー、免疫力を下げないようにとかって言ってましたけどなんか最近全然言わないですよね あの免疫力ってやっぱり睡眠とか食事とかねいろいろあると思うんですけども規則正しい生活ですかそれとまたですねもう一つあるのがこのストレスってやっぱり免疫力下げるって聞くんでねまあ音楽とかまあ癒されるものとか好きなものですよね自分が好きだと思えるものっていうのをこう今みたいな状態だったらねこう強欲にね 自分が好きなななものととかか追いいいい求めちゃゃってんいいんじゃないかなと思うんですよねやっぱり大変ですもんねこういう状況をこう耐えるっていうのはちょっと外に出るのも気使ったりとかうん今までできてたことができないっていうねこれはすごい時代だなと思いますけどもまあそこにねこう私もこのチャンネルでやっておりますね音楽とかそういうものってすごく大事なものだとは思うので。 自分自身もですねそういうものを活用しながら心と体の健康をね保とうと思っております皆様もどうかご自愛くださいはいということで今回はこの辺りで終わりにしたいと思います聞いてくださった方ありがとうございますまたお会いしましょう